我々は今回、超伝導体と呼ばれる物質のダイナミックスを解き明かす研究を行いました。そもそも超伝導というのは、物質の電気抵抗がゼロになり、物質内部の磁場を、完全に排除するようなある種の秩序だった状態です。身の回りで言いますと、例えばリニアモーターカーの浮上原理に、用いられているのでご存知の人も多いかもしれません。この超伝導という現象は、常圧下では、物質を極低温まで冷やさないと現れないとされています。なるべく高い、温度の環境下で、超伝導を実現したいというのが、物性物理学の、長年の目標なのですが、未だに、極低温が必要なのが現状です。そこで近年、光を使って超伝導状態を誘起するという、あるいは高速に制御するという研究が現れてきました。光を使うことで極低温と必要としない環境下で超高速に物質内部の電子状態を制御することが可能になりますが、問題は超伝導秩序と光の間の結合が弱く、光に対して超伝導秩序が反応しにくいということがありました。超伝導は物質内の電子の間に何らかの機構で引力が働いて、クーパー対と呼ばれるペアを作って凝縮することで発現します。超伝導秩序はこのクーパー対の密度とその量子力学的な位相を合わせた複素数の秩序変数で特徴づけることができます。超伝導体の熱力学的な性質を表す自由エネルギーはワインボトルの底のような形をしており、このポテンシャル面上を秩序変数が振幅方向に振動したり位相方向に振動したりすることができます。複数の秩序変数が存在するマルチバンド超伝導体のような場合には、複数の振幅の振動モードや位相の振動モードが存在します。特に異なる秩序変数の間の位相が互い違いに振動するようなモードはリゲットモードと呼ばれています。今回の研究で超伝導秩序が光に対して反応するのはどのような場合かを判別する分類理論を我々は構築しました。そして超伝導秩序が光に対して反応するのはこのようなリゲットモードと呼ばれる振動モードを介して起こるということが分かりました。本研究では超伝導秩序が光に対して反応するのは、熱力学的な自由エネルギーが粒子不変量と呼ばれる対象操作で変化しない不変量を持つときであることを見出しました。粒子不変量は秩序変数の入れ替えに関して反対称になっており、秩序変数の1回の空間微分を含むという特徴を持っています。粒子不変量は物質が空間反転対称性を破る場合にのみ現れるというふうに従来は考えられてきました。ですが本研究で空間反転対称性の破れは必ずしも必要ではないということが判明しました。粒子不変量が存在できるのはどのような場合なのかを、数学の一分野である群論を用いて、全ての結晶構造とクーパー対の対称性について調べ上げました。この結果を最近発見されたカゴメ格子型の結晶構造を持つ超伝導体に対して適用しました。カゴメ格子はその名の通り、日本の竹細工等に現れるカゴメ格子、カゴメ模様と似た形をしています。カゴメ格子型の超伝導体は、そのカゴメ格子の結晶構造から現れる特異な電子構造を持つということから注目されています。この分類理論を適用した結果、通常のカゴメ格子の場合には粒子不変量が現れないという結果になった一方で、電子の飛び移りやすいボンドや飛び移りにくいボンドという違いがあるカゴメ格子の場合には粒子不変量が現れるということが判明しました。この結果を微子的な計算に基づく理論から確かめるため、線形応答領域の光学伝導度を計算した結果、後者の場合にはレゲットモードに由来する共鳴ピークが現れることが確認されました。今回はカゴメ格子超伝導体を対象にしましたが、別の結晶構造を持つ超伝導体に対しても同様に分類理論を適用することで、レゲットモードに由来するピークが線形応答領域に出現するかどうかを確かめることができます。今回の我々の研究で、超伝導秩序が光に対して反応するのはどのような物質かを判定することができるようになりました。特に、超伝導秩序の振動モードのうち、リゲットモードを媒介にして光に対して応答することから、複数の超伝導秩序がどのような位相を持っているか、あるいは異なる超伝導秩序の間にどのような微子的相互作用が働いているかが分かると期待されます。これは、興味深い性質を持つ、カゴメ格子超伝導体をはじめとする、マルチバンド超伝導体の、
微子的な性質を解き明かす、ことにつながるというふうに考えています。また、レーザー光を用いて、超伝導状態を制御したり、あるいは超伝導秩序を、誘起する、あるいは増幅するということでつながるというふうに我々は期待しています。